代官山のアロハテーブルではパイナップルを使ったフェアが開催中。甘いスイーティオパイナップルをパフェやアイスケーキやスムージーに、中でもおすすめがパンケーキ。ふんわり軽やかに焼き上げたパンケーキにココナッツアイスとレアチーズムースを乗せて、甘酸っぱさや食感の違うフレッシュとコンポートの2種類のパイナップルを使っております。南国気分がたっぷり味わえるパンケーキなんです。うん、甘酸っぱい。パンケーキはしっとりふわふわです。クリーミーなレアチーズと甘酸っぱいパイナップルが相性抜群です。今日は旬のパイナップルを味わえる注目スイーツを紹介します。台湾スイーツのシェンユイシェンで楽しめるのがパイナップルのかき氷。アーモンドミルクで作ったパンナコッタの上にかき氷を削って、甘いシロップとパイナップルソースをたっぷりと。トッピングには台湾産の金山パイナップルを使っています。酸味が少なく甘さが強いパイナップルを使用。さらに日本では珍しい森のアイスクリームと呼ばれるアテモヤというフルーツを使っています。アテモヤは濃厚な甘みとほのかな酸味のあるバニラ風味のフルーツなんです。最後にパッションフルーツをかければ3種の台湾フルーツが楽しめるかき氷が完成。うん、おいしい。酸味のあるパッションフルーツと甘いパイナップルがよく合っています。それぞれのフルーツの果肉感が楽しめます。渋谷のローステッドコーヒーにはちょっと変わったパイナップルメニューが。うん、何これ、おいしい、甘い、苦い。それがこちら。飲んでみると、コーヒーとパイナップル、エスプレッソとパイナップルジュースでトロピカルな味わいです。甘いパイナップルジュースに濃厚なパイナップルソースをプラス。ここにトニックウォーターと自家焙煎の豆から抽出したエスプレッソをプラス。仕上げにパイナップルの輪切りを乗せれば、他では味わえない新感覚のドリンクが完成。ほろ苦いコーヒーと甘酸っぱいパイナップルがすごく合っています。他にはない組み合わせでとってもフルーティーです。三鷹にあるパイナップルフィールドでは累計1万個以上売れているサンドイッチがあります。それがこちら。パイナップルはジューシーなフィリピン産を使用。薄いパンに塗る生クリームはコクのある濃厚な純正生クリームを使用しています。滑らかで甘めの生クリームなのでパイナップルの味わいがより際立つんです。パイナップルの果肉は甘酸っぱくて食べ応え抜群です。コクのある生クリームがパイナップルの甘酸っぱさを引き立たせています。旬のパイナップルの甘さが楽しめますよ。最後まで動画をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございます。この動画へのいいねやコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いします。フジテレビアナウンサー軽部真一と井上聖香でした。どうも。